御年69歳、かつてバラエティ番組で炎の料理人と呼ばれた男が未だに厨房に立つ。その男の名は金満腹。どうもこんにちは、金満腹です。名もなき料理人から成功をつかむまでの料理人人生を振り返ってもらった。僕のお料理道入るのきっかけで、実際は僕13歳の時が、こっちのおじさんがスイコテッカーレシピをなんてレストラン持ってた、持ってないけど料理長、そうすると親戚と友達じゃない、紹介 しないとなかなか入れない。日本人が芝公園で火吹くんですよ、火吹いてもバーッと爆発で、うわーちょっと怖いな、思い出してあれいろいろやらながら、だからエカちゃんその時からずっと旅に行って、まあ、もみもみに行って夜のお遊び、そうあっちこっち行ってそう考えるとエリート街道をやっぱ歩まれてきたのかなっていう印象が一つと、朝やんで知名度を得た後大変だったこともあるんじゃないですか。周りで結構みんなうるさいじゃないですか。なんでプリンスホテル料理長でなんでそこまでやるの。でもその時が中華そんなに人気ないから、それで僕まあまあテレさんの朝やんで僕選んで、光栄もあるじゃん、光栄。料理人でテレビ出れると、なかなかないじゃん。ないですね。だから、すごい光栄して、だから、他の人にいろいろ言うこと、俺、あまり聞かないというか、もう、関係ないみたい。自分にやりたいこととか一生懸命やってるだけ。求められる。そう。求められる。もし、周りの人たち言ってること気になる、絶対無理。絶対無理。まあ、料理長だったらそこまでと、過去悪いって思ってるじゃん、みんな。僕違うよ。逆に、いや、面白い。過去悪いじゃなくて、面白い。そういうと思ってると、だから成功した。みんな、ロコさんと、そう、過去悪い。そうそう。みんな、そういう感じだから。金さんそんなね、好きとか。そうなんですよ。そんなこと火吹いてとか。そう。むしろ料理人の地位を落としてんじゃないかぐらいの言われ方。そう、みんな言ってることは僕が気にしないから、関係ないから。もし気になると、絶対成功できない。多分、焼き餅人もいるんですよ、いっぱい。今僕もテレビ出てると、俺、家畜もいる。日本で生まれてる家畜。なんで俺たちも日本で生まれてテレビ出れないと。そういう人もいるじゃん、焼き餅。なるほど。いっぱいいるよ。実際は、プリンスホテルの料理長だからね。何も言ってたら、もう全然構わないしね。もうずっと、23歳からずっと料理長だから、一列全然構わりません。ただし、料理長だったら今、思い出して、やれない人多いよね。いう感じ。知事ありますか、ね、あるある。まあ、成功してみんな、やってほしいで。そういうんだけど。でも、僕の代わりに他の人、同じことやっても、成功できないかもしれないよね。金さんの体力がないですよ、みんな。そう、その時、僕は体力すごいよ、バッチリ。本当バッチリ、その時。真似したくても真似できないし。できない。そもそもね。できない。運もあったし、金さんの力もあるし。まあ、いろいろね。タイミング合わせて、まあ、もちろん自分が、まあ、本当に力もあるし、腕ね。まあ、いろいろね、合わせてみ、タイミングいいです。でもですよ、その新横浜プリンス西武グループじゃないですか。大目玉だったんです。めちゃめちゃ怒れた。めちゃめちゃ怒れて、まあ何回も呼んでいって、金さん、うちのプリンスホテルって、
料理長やりたいって言ったら他のアルバイトできないよ。テレビ撮影とか雑誌とか、あんまアルバイトだから、フレンチホテル。ちゃんと、ちゃんと高い給料上げてたから。何やってんだから、何やってんだと。僕を辞めてからみんなできるよ。フレンチホテルやっぱ、ああ、ちょっともったいないな、金満僕を辞めてとか。もう辞めないと結構フレンチホテルを先手になるから。あとからね。あとから後悔して。本当はね。そう。本当は大宣伝ですよね。広報も。でもその時、ね、顔、まあ、プレゼントでも顔を洗うからね。ああ。アルバイトは絶対許さない。どうなんですかね。今のご時世だったら、絶対宣伝になる。そう。今までね、バンバン出てくれて、毎回、新横浜プリンスホテルのっていうね、肩書きが紹介されるからね。そう。その時が、やっぱりね、プレゼント。まだ、まあ、プレゼント結構、プラントだからね。今、だんだん何度潰れたかと、プレンシングはね。めちゃめちゃ後悔してるよ。僕辞めたから。まあ、だから、うんまあね、テレさん、うんうん、テレさんが朝やってるから相談して、うん、テレさん、こういう問題あるよ、テレさん。うんうん、いや、辞めていいんじゃん。一緒にお店作ってやりましょう。うんうん、そうすると、絶対もっともっといい生活になるよ。テレさん言ってたよ。もっともっといい生活になってたよ。うんうんうんそれで絶対嘘つかないから。まあやっぱりもっともっとすごい異性が出てきて。なりましたか。なりませんね。だって給料で、まあ1年間で一番最高で5000万ぐらいじゃん。おー、すごい。だって1000万ない給料で5倍で、5倍。900万くらいじゃん。うんうんうん、うん。プリンスホテル。だから5000万ね。まあもちろん。まあそれで、ね、ずっと続くわけじゃないと。あまあまあ1年間ね。うんうん、あと、やっぱり300万円、あ、3000万とか4000万とか、うんうん、あいろいろだん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 少ないよと、うんうん。一番最高も5000万ぐらい。5000万。バブルの頃じゃないですか。そう、バブル。その時バブルじゃね。バブルじゃます。金さん、やっぱバブルの日本も経験してるのそうどういう、その時ね。日本の税金、消費税、ゼロじゃん。消費税。うん。ゼロ、ゼロ。うんうんうん、うん。買う気にやって、で、最初 3% じゃん。うんうんうん。一番最初ゼロって。まだないか、消費税がない。ないない、まだない、まだない。その時こんな給料もらって、その時ちょっといろいろ投資やいいけど、遊んでばっかりだからね。もったいないな、ちょっとわかるよね。あ、そうですか。ちなみに言える範囲でいいんですけど、何に散財しましたか。その時いろいろ悪い友達もいっぱいいるし、やっぱりね、お金持ってると、うんうんうん、あの分かるぐらい、うん、他にいろいろお店やりましょうとか言う、あ結構騙されて、結構すごいよ。あ、それでお店出したこともあるんですか。2回くらい出した。1回、まあ、あのロコモーションやめて、うん、やめて1回あの赤坂に、まあ、もう一人知ってたけど、あの国さんね、うんうんうん、企業権の総理理長。うん、それ赤坂やって、あれ多分3000万くらい、うんうん。その前が友達騙されてもっとすごい。あれ言えないから多分みんな見るから、ね、あれもっとすごい。はい、だからお金、それに店舗でパーッと、直近から先になった。まあ一番先多い、うん。どのくらいありました ?500 万円近く。あ、でもまだ500万とかそんな。いやいや、今ないけど、まあ、でもその時、イベントとか結構たっぷりあるから、あっという間貸した。うん、でも気持ちね、直近から借金になったら、まあやっぱり眠れない。こういう時代、まあ、まあみんな知らないから言ってないからね。いや、でも、初めて。1億とかそれぐらいのレベルかと思って、そこまでいかない。500万だったら金さんもうすぐじゃないですか。いやー、500万円は、直近から500万円に気持ち的には許さないんですよ。そっか。そう。500万円やっぱりなかなか返すの難しいじゃないですか。まあいろいろあった。いろいろありましたか。ありました。まあ先ほどの700人もいるお店からね、うん、それこそ日本来て新横浜プリンスの料理長やったり、はい、まあ、顔金だって、まあ、高級中華だと思うんですけど。そうなんですよ。結構、公共のお客さんも結構いるよ。パッと入って2万円越して5人とか、うん、その年代で。今ここでね、川口のオーパイだと、
まあ、大衆店だと思うんですけど、今ここに。どうかな、どうですか、そこのやっぱり今まで流れて、今ここにたどり着いてる、金さんの思いとしては、これどんな思いでやるんですか。今また全然、ホテルを辞めると、やっぱり15年間やって、うん、スタッフいっぱいいるじゃないですか。うんうんうん、やることあんまりないですよ。ああ。だから、怠け者になったっすよ。あまり好きじゃないもん。ああいう感じ。なるほど。だから、管理だ、管理人になっちゃうから。ああ。ちょっとうまくスタッフに。なくなっちゃうのか。そう。だから、一回やめて、エカチャンネルも、その時、来たかと。一回やめたい、まあ、安いお店とか、市民の味、まあ、安くて足りても、お金かかないと、うんうん、お金、お腹いっぱいになるお店やりたいです。あ、まあ、おっぱい、ああいう感じで。でも、やってみたら、超大変。やだか。そう、やられた、そういう感じ。後悔しないこと、もともとやりたいだから。後悔してないこと。でも、もともとこういう感じでやりたいだから。そういやー、大変ですよ、やってみたら。いや、だから、金さんね、このオーパイで、その、まあ、ちょっと僕、慣習的な感じで、実は厨房立ってないんじゃないかと思ってたんですけど。いや、立てますよ、実際。めちゃくちゃ立ってるじゃないですか。十何時間でよ。まあ、今、だいたい8時半か9時ちょっと前起きて、うん、朝食少し食べて、うん、お店行って、ずーっと最後まで、まあ、赤坂出れば、休憩あるけど、2時間くらいね、うん。そうすると、休憩もいろいろ足りないもの買い物行って、うん、だから夜、ほとんど11時くらいまでですよ。また戻りましたね、また若い頃の状況。だから毎日で、まあ、そう、若い頃の時、戻りましたよ。いや、だから今、金さんね、今年、御年69歳。そう、みんな言ってて。すごいですよね。まあ、最初が、やりながら、まあ、こういう感じでやられちゃったけど、最初、あ、できるか、できないかと、疑問があるんですよ、その時。その時、できるか、できないか。うん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 、自分のもわかんないですよ。やってみたら、おぉ、まだまだ全然いける。あ、そう。十何時間、ずっとラーペン振って、それでもいけるよ。でも、その前の、すごいその前のホテルのおかげかな。うん、ホテルって10年間で何もしてないから、まだ体す。全然元気じゃん。まあ、10年間こういう、毎日こういう感じで無理だよ。今絶対無理。まあ今まだ69ですけど、まだ全然いけるの感じ。まあある15年間もやっぱり、いろいろいいこと。充電中みたい。充電中。宇都宮のために仕事やってること、うん、でもそんなにスタッフいるがそんなにやってないじゃん、うんうんうん、鍋まあいろいろメニュー作ってとかいう、はいはい、ああいう仕事お客さんとかね、うんうん、お母さんとかメニュー作るとか、うん、まあ結婚式とか、うん、まあ、はいはいはい、2万円中華1本とか、うん、コース料理とかそうあれだからね、まあ、例えばスタッフ2番目か3番目休みとか代わりに鍋も振ってお料理作ること、うん今違うじゃん、今。メインじゃん、今。毎日カラーでやるからね。まあ、それもあるわね。テレビに出るタイミングってのは、日本に来てどれぐらいのタイミングだったんですか？だから3年目。だから日本語もわかんないし。だから日本語はどうやって？その時、中訳もいる。中訳。あ、朝屋の時は通訳がいたんですか？そう、中訳作って。他のいろんな番組やってるじゃん、生放送。うんうん、笑って、いとももやって。うん、あ、いいとも出てる。やってるやってる。ピシネマンとか。結構、ピシネマンいっぱいやってるじゃん。伊丹監督の映画で、うん、スーパーの女とか。役者デビューしてるんですか？そう、やってるやつ。ピシネマン後からも、藤原組長。まあ、2回くらい、ピチピチ、ピシネマンやってたんですよ。うんうん、まあ、すごい仲良しだと。最初、朝やんの時もやられたら一発よ、本当に。一枚愛さんと、テリー伊藤やってるんですよ、テリー伊藤さん。うん、うん、伊藤さん。タイミング、あれなんだっけ、催眠術。うん、うん。催眠術。催眠術の先生か、何度かかけて、催眠術の
かけての形でやって、うんうんうん、そうすると、まあ、テレさんが道一本。で、一回の、いや、藤原さんね、かけてよ。藤原さん、酔っ払ってるじゃん、いつも。うん、バランって二つあるよ、エッシュを。いつも、ポッと。あ、ウイスキーかなんか。そう、ウイスキー。うんうん、ずっと飲んでると、酔っ払っちゃって、うんうん、かけてるらもう一発、うわぁ、もう。え、かけたって何をかけたの？いや、お水。お水かけて。かけて、怒って。そう。だから、バーっとやる。パンチ。わぁ。え、それだ誰にいっぱい、俺、金属を、そう。すごい短いね。みんな言って、最悪。サチーズとテレビこんなに本気でやってる。すごいよ。だから晴れ。晴れて。本当に、横通信が、スタジオあるんですよ。朝やんのスタジオ。行けないじゃん。行けない。いや、それ今大問題ですね、今だったら。今や大問題。その時ね。朝やんも大問題じゃん。今無理です。今無理じゃん。今絶対無理ですね。昔ね。今の話だけで合う。そう。本当に一発バーッとすぐ払え。金満腹藤原組長に殴られるって。昔や大丈夫かと。今できない。朝やんの形でも絶対無理じゃん。もう無理ですね。100% 無理で。100% 無理。緊急のテレビとか。うん。うん、だから環境破壊とかいろいろ、いろんな角度からいろんなことでアウトですよ。そう、絶対アウトがいい。まあ今、思い出して、やっぱり朝やのおかげ、いろいろできたからね。あ、まあ、いい思い出っていうことで。いい思い出ですよ。やっぱり、まあ、やっぱり、シュートミトクさんのおかげと、まあ、テリーさんのおかげね。この二人、恩人にないと、今、ロケマン僕はできない。何にもできない。でもその時も大変ね。あのさ、テイさん、こんなに優しいじゃないよ、おかしいって。めっちゃめっちゃ怖い。怖いじゃん、本当に、テイさん。その時まだエディさんとか、テイさん怖いとか、みんな言うんですよ。おかしいのことをね。まあ本当、そういうことで。あんなノーと言えないんですよね。言えない。ノーと言えないから、やらざるを得ない。まあそうだね。テリさんだけじゃない。でもそうじゃん。そうです。本当にもういろいろエイティさんとやられてた。思想と同じだからね。テリさん、同じことだからね。まあ僕、詳しくは言わないですけど。言わないけど。たくさんあります。いや、たくさんあります。本当に言えない。言えない。ここまではね、僕もの、まあ、予想してたトークなんですけど、気になるのは、金さんのご家族ですよ。はい。ご家族は一緒に日本に住まわれてた時ってあるんですか？あ、子供たちや、まあ、やってて。遊ぶ俺来ること、日本はわかんないから。ああ、日本はわかんないから。はい、戦績とか全部香港にいる。うん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 、買い物とか遊ぶで来ること、うん、うんうん、いや、そうなった時に金さんはずっとある意味単身赴任の状況で、そうそうですよ、そうです。あ、でも結構にこういう感じだったらやりやすいじゃん。家族いるといろいろ変なことできないじゃん。番組のあ、これちょっと危ないもん、断るもん。そうそう、単身赴任で一人だったら何でもやるじゃん。結構にああいう感じやりやすい。うん、仕切ろう番組とか撮って。金さん的にはどうですか？もうこのまま料理人人生で言うと、もう日本で骨うずめる覚悟で働く。まあ今まだ。どっかのタイミングで。まあ今まだ、やることとかまだまだ、まあいろいろオファーも来て、一緒に何かやるか、まあいろいろあるけど、まだ決まってないんですよ。とりあえず今決まってないから、オーバー、今これを見せて、まあ一生懸命やって。まあ誰よりも10杯か20杯くらい。頑張ってみよう。実際ここですか、金さん自身、この人にはかなわないなと思った料理人とかいますか？料理人で言えば、新作の陳建一も、結構仲いいんですよ。